カスピ州は1840年から1846年までカフカース地域に設置されたロシア帝国の行政区画である。州都はシェマハ。コーカサス戦争中の1840年4月22日にロシア皇帝ニコライ一世が承認したザカフカース地方管理のための機関と称する行政、改革に関する法律に基づきカスピ州は設置された。行政ならびに 領土機構に関する新しい体制によると、カスピ州は次の7つの軍から構成される。シルバン軍、カラバフ軍、シャキ軍、タリシュ軍、バクー軍といった現在のアゼルバイジャンにほぼ相当する地域だけではなく、コーカサス戦争でロシアからの独立闘争が繰り広げられているデルベント軍管区内にあるデルベント軍やクバ軍がカスピ州に帰属することになった。 カスピ州はアルメニア州に属し、アルメニア人が多く住むカラバフ郡や多くの民族が入り乱れるように住んでいる南ダゲスタンの地域も県域に収め、古代のアンラーンの領域を包含することになった。1840年4月10日に公布された法律は、地方行政のシステムに重要な変更をもたらした。以前の行政機関は、 ロシア帝国内地の州と同様の組織の州、軍、管区といった新しいものに置き換えられた。カスピ海州の統治機関は地域を管轄する責任者、地域の自治会、州財務部、国有財産管理部、刑事と民事を管轄する裁判所、検察部から構成されていた。統治機関の構成には知事の直接監督下に置かれている、 天然党の主党に関する委員会も含まれていた。同年12月25日、セマ派において、ロシア帝国国家評議会議員、上院議員及び数密院顧問を務めるパーベルガンダン社区は、カスピ州設立の記念祝賀会を開いた。翌1841年1月1日までに、あらゆる場所で改革が実施された。1846年12月14日の、 緊急直例により、ザカフカースの行政区画制度が改正された。ザカフカース地域が、チフリス県、クタイス県、セマハ県及びデルベント県の4つの行政区画に再編されることになった。カスピ海州については廃止されることになった。1918年5月28日、旧カスピ州の南部に、アゼルバイジャン人による国家が建国された。その正式な国名は、 アゼルバイジャン民主共和国である。3人の知事が在任している。税2 v, 13, 8, 6, 60, 197,、XV、13,368、1 8 0八百8 6 0 197、1806から1906、税26、1906、468、税、9、税、 1810から1917、1978、68から69、ゼー、ジックス、XX、1966、111、ourbaku.com、ありがとうございます。